大会フリーとかオフ対戦でやると、うん、え死ぬのってみんな言う、まあまあそんなことは置いといて、さておき、もう僕の話はいい、振り行きましょうか。ウィナーズファイナル、ウィナーズオールプロトバナム対するアイスビア e スポーツ兼パートルーキーナソニック。まあ置き技だ、後期動力のファイターに対して置き技が主軸になるルキナに対しては差し返しを狙いやすいようなソニックというファイターですが、まあ、まさしくその通りだと思います、うん、差し合いにはソニックに分があって、うん、ただやっぱリターンと着地狩りとかね、そうですね、ただソニックは着地狩りの時に、うん、着地狩りされる際、はい、逃げる性能が非常に高いので、はい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 、崖端に逃げやすい、はい、で崖は割と弱くないので、うん、その崖の攻防でどれくらいバナムさんがこう捕まえてリターン取れるか、うん、こういう展開の後ですかね、まあ、こういう展開もまたまずは空したとスピンでそのまま崖上に乗るかと思ったんですがギリギリ距離が届かずというところでしたね。いい感じにジャンプ潰してたんで、うん、ジャクに対してスピン反撃中距離横強 いきなり詰めるのはプロドマルですね。中距離関係前ダッシュにした今日、ただストックリードした際、これ基本的にはルキナ側が触りに行かなきゃいけないんですけど、ストックリードさえしてしまえば基本的にルキナ触りに行かなくていいっていうのは、うん、ですね、まあ、タイソニックにおいて非常に重要ですよね、うん、相手が前に詰めてくれるから置き技が機能しやすくなると。そうです、ね、横強リーチ勝ち復帰阻止も福島が加点していきますが、うん、これは下強から9枚唐突に来る技なんで、うん、外力にすれば使わないんですけど、ね、確定はないですけど空中前、空中前、空中前ジャンプない状況、うん、詰め切った空前当たんなかったですけど、うん、復帰できるルートだったら空前が当たってたんで、まあ事故じゃなくてそうです、ね、バナムさんが倒したっていう。下強からマーベラスコンビネーション移動からヒゲスバイクが今日捕まりますが、以前プロトバナムのターンは続く。空中上に対してウィフィッサツ技、かなりねソニックの空中上シールドさせてしまえば反撃が少ない技なんですけど、ルキナにかかればこのようにと。これは復帰阻止、深くまでいった、うん、ルキナの復帰って、うん、まあ、弱くはないんですけど、うん、まあ、シンプルすぎて、うん、割と中パーセントぐらいから2択になったりするんですね、うん、まあ、2択3択ぐらい剣選手見事に通したって感じですね、はい、爆狩り強気爆破の仕組み前からスピンホーミング着地割り狙うが間合い取って下強ツンツンツンと崖橋を追いやって回避ケア、うまいですね、回避上がりだけは通したくないので、うん、その場だったら、まあ、まだ有利展開だよねっていうことで、そうですね、せっかく近距離にしてるんで、うん、ルキナ側としては弱発生の早技で追い払っていく。引き出しに対して滑り横強緩急ついた攻め、来る前に対してマーベラスコンビネーション、マーベラスコンビネーションでスピンを止めて撃墜、2回目のスピンが出た時点でスピンでステージ内に戻ってくるのがもう確定だったの です、ね、そのあれでステージ外の方にスピンが行ってしまうと、まあ、1ストック目のように届かないっていう流れになっちゃうので、うん、まあ、あとは持続の長い技をタイミングよく置けばいいという、うん、まあ、ルキナの技の中では派生させることによって持続を伸ばせる、そうです、ね、マーベラスコンビネーションを打っていったということですね。まあ派生させることによって持続が伸びるっていう点もそうなんですけど、うん、単純にめちゃくちゃ範囲が広いんですよね、うん、まあ、だから範囲が広い分実質的な持続フレームも長いんで、うん、突っ込んでくる相手に対してはそうですね、なんでもう本当すごいいい技選択だったなって、うん、撃墜できるタクでもあるし、単にその挑戦状ステージ戦場から変わってと、まあそのソニック側って結構その、うん、徹底的なプレーが要求される部分があるので、うん、はい、そういう意味ではストック事故、まあ、事故といういわゆる事故があった1戦目の流れ的には割と、うん、よろしくなかった、まあ、今後の次の試合とかは全然分かんないような流れでしたね。つかむリクルして駆け狩り空中に取る横澤氏強気に狙っていきますが時をつかまる空前暴れ相手の復帰阻止、まあ、さっきケンが喋ってたびっくり空前に対する回答ですね。そうですね、置いとけばいいという、うん、出し攻撃こちらも回避は許しません。
解き放ちからニュートラル回避、横強端継続、好位置で置きました。爪将棋です。上がれに対してスプリング置きっていうね、奥まで復帰阻止来れるキャラにはやっぱりルキナ弱いんですよね、復帰という点ではですね。あの上必殺技とか横必殺技で横方向の移動距離を稼ぐっていうのがルキナにはやっぱないんで、どうしてもジャンプにそこを頼ることになるんですけど、そこを疲れてるっていう格好ですよね。横強補強ですが、これは反撃フォーミングまで38、着地狩り大経由空中しろ、ダッシュ攻撃、本当に回避は許しませんね。そうです、そのまま撃墜が見据えられたが、まだ撃墜はしない、コビーの関係で耐えてますが、復帰し深くまで行くように見せかけてフェイント、早出しで回答、後ろに投げて依然短期続、うまい、受け身になるかどうか分かりづらいですもんね、あの状況ってタイミングが難しいんですよね、少し。さあ圧倒的な守りの硬さで剣一足先生、マーベラスコンビネーションで反撃踏んで復帰手を狙っていく、踏み丁寧ですよね。なんかこうジャンプない状態で踏むのって結構簡単だと思うんですけど、こうジャンプ残りつつ的確に踏みに行けてるんで、こう座標把握がうまいというか。そうですね、座標、座標のゲームらしいんですね、スマブラはね最近そうね判明した、うん、ダッシュ攻撃、置き技に対してはやはり差し合いで強力、駆け狩り様子見から揺さぶりをかける、攻めなくてもいいのがソニックなんで、ステージ全体使ってその自分のライン消費してもこれ自由に攻めてますね、そうですね、置き技に対して付き合わずに伸び伸びと最大限ラインを活用して差し合いを行っている剣ソニック、後ろ投げで復帰し深めに行く素振りを見せて打球を狙いますが、ピタリと空上に回避を通す、横スマッシュ、リーチの把握うますぎますね、うまかったですね、伸びますからね横スマ、あ、いいですか、どうぞ。台上に着地したんですね、バナムさんが。で、台上の着地って結構、まあ、いわゆる安定的と言われて、はい、でただ台上にいると不利な夢になっちゃうんですよ、うん、まあ、ただその代わり台に着地させてあげるよっていうのが割と、まあ、よくあるやり取り、あの着地狩りにおけるやり取りなんですけど、まあ、ルキナー側がその台上に着地した後、はい、すぐその大降り攻撃でステージ下に降りるっていう、その大着地は大着地を狩れる位置にいなかった剣選手がすぐさまその大に着地するだろうというのを予測した後に大降りの行動、その次まで見てたその大の直接その行動、大降り大に着地するという行動を読んでいるけども狩れない位置にいる場合はその次に手先にリターンを用意する、大からジャンプするのか着地するのか降りるのかとかいろいろっていう場面でしっかりとその次の夢まで回してたのが上手だったですねっていう、いやよかった。僕が言おうとしてたことは、はい、急にあのソニックがカートゥーンキャラになって腕が伸びるんだよっていうことだったんで、よかった、ね、めちゃくちゃしょうもない内容でね今の解説潰すところでした。いや、まあ、でもなんかね、あの平日大会だしね、はい、カートゥーンのがいいかもしれない。いやまあね、パスリマンさんの解説はねやっぱこう味があるっていうか奥深い味わい深い解説なんで、ぜひこのままのテンションでやっていきたいところなんですけども、でもカロスポケモンリーグ、まあね最近ではねこうじっくり待つことがカロスポケモンリーグなんて言われつつあるね、昨今ですけども、あの台の位置が高くてね、うん、逃げやすいんですよ ね、 そうですよね、で崖に近いんで、その、まあ、基本的に着地から逃げる選択肢っていうのが崖外に逃げるっていうのが一般的なんですけど、崖外に逃げたら今度崖の読み合い、その崖の読み合いからも逃げやすい台があるっていうのはね、いいですよね。かなりラインを消費しきった後も割と安定して着地から拒否できるような、そういうステージになってます。ソニックにストック先行を許してしまうと、こうプロトバナモブ側としてはかなり苦しいステージになりそうに見えますが、パーセントリードを取っているのは剣というか、むしろプルトバナムもここを選んでますよね。そうですね、うん、まあ、あの殴り合いの撃墜力だけで言えば基本的にはルキナ側に分があるので、
うまい。壁キックからの移動回避で戻ってくる。移動回避を狩るためのよく工夫しただったんですけど、はいはいはい、壁キックを挟んだことで、うん、しっかりとタイミングとね、座標がずれましたね。好きなんですか座標ってことだが相当気に入ってるみたい。使いたいな。これは下スマッシュ両対応ですが、その場合で一応最低限のリターンですね。フォーミングが特に受け身を取って壁キックを使って上に戻ってきますが、そこまで見越しての空中指導。そうですね、ソニックの強みなんですよね、うん、その村町とかカロスポケモンリーグは崖の真上に台が出現するので、うん、上 B で着地するっていうのが格なんですけど、うん、そこまで読み切ったプロドバナの空中指導、見事という展開でしたが、着地狩り空中上でそのまま剣も撃墜返していきます。大経由かと思いましたが、なんとかことなきを得ました。回り詰めて隅に端まで待ってホールド時間を伸ばしたフォーミングアタック、タイミングをずらしていきます。空中前、前管理で終始空手とからの空手。さすがにソニックであれば2連目強であってもまだ帰って怒れそうでしたけども、反応と判断がいいですね。そうですね、リターン高いので、うん、まあ、頭がそれしかないっていうのもありますけど、空手は反転ガードから前を詰めますが、存分にステージの広さを使って差し返し、スピン結構スピンに技を置いてたのが多かったんですけど、うん、スピンの発射前を潰そうとするバナム選手の動きが増えてきましたね、うん、増えてきましたか。これジャンプないよね、早出し、うん、ちょっと台がいい感じの位置にありましたかね。そうですね、ちょっとはいえリカバリーは完璧、空中まで詰め切りました。空中しろからドルフィン、動かしに空中しろ、一応生きてるんですけど、うん、空中しろ、ジャンプのない状態でどうすることもできない。そうです、セキュリティでしたね。ジャンプにじゃあ上必殺技が当たったっていう状況だったのかな。そうですね、始まる時はなんかファイアホック措置じゃないですけどね、結構深めに行って戻りながら阻止する技、ドルフィンクラッシュ、うまい。妖怪火で戻ってくる、まあ、剣は2択で強気に下側見たって感じの基礎シルエットでしたね。手前から弱ダウンして気まずい読み合い、横強で切り込んでくる、うん、ちょっと前側に行く選択肢が花見さんのうまいです。着地からからジャストシールドマグラスコンビネーション、パーセント追いついて中距離休みダッシュ攻撃で発生勝ち、空中後ろ当たってまずい状況、移動回避で崖つかまりって回避しますがダッシュ攻撃両対応、今度は回避通す、横スマッシュに対して回り込み回避から横必殺技、空気阻止、空下が見えたが移動回避で崖を先に捕まっていく、前投げから復帰阻止、深めに行って戻ってくる、2段ジャンプも使ってステージ中を掴み通して OB 回復抜群、これジャンプないきつい状況、うまいですね、短期続2段止めからマブルスコミネーション、またも2段止め、3段目まで出すと確定反撃なんで2段で止めてスピンを止めるマブルスコミネーションでしたが、最終段まで当たらず高校でシールドに冷静に掴み、掴み打撃を存分に入れて空中前撃墜、最後の最後はカロスの左右台をうまく使ったのはプロトマナムでしたね。そうですね、あのカロスポケモンリーグの台って、うん、まあ、相手の復帰力が強くなるっていう面もあるんですけど、あのジャンプを使わなくても崖外に出れる、実質的に崖外に出れるっていう点で、あの復帰阻止の選択肢がすごい増えるんですよね、うん、壁キックがあるんで復帰卓も増えるんですけど、はい、でそういう点であの選んで最後しっかり台を利用したのかな、うん、ですね。